リボルト90は今年まで出てたリボルト87救命ウォールの、最新版といったモデルになります。でリボルト87の特色を強く継承しているので、構造がリアルツインチップっていって、この板のセンターから全く同じ形をこう線対称でしている板です。で滑走面もやっぱり選手が使うことを想定しているので、4500番っていうめちゃめちゃ滑走性の高い素材を使用してます。結構板自体はやっぱり新しいテクノロジーで作ってるので軽くて、で芯材っていうこの中に入ってるところも新しい設計になってるので、僕らでいうとスピントリックやるときとかのこの板を振るのが非常に軽くなってます。初心者の方とかだとなんか自分にはオーバースペックなんじゃないかって感じるかもしれないんですけど、まあ、滑走面だったりとか軽さっていう部分は誰にでも恩恵がある部分なので、臆せずにもしこの板良さそうだなと思ったら手を伸ばしてもらえるといいんじゃないかなと思います。で結構僕これ気に入ったのは、まあ、そのジャンプの安定性なもうもちろん当たり前なんですけど、ノーズバターした時とかそういう細かいトリックとかも跳ね返りが結構パンってくる跳ね返りが気持ちよくて、なんかノーズバターパターンもなんかいろんなのできちゃうんじゃないかっていうぐらい本当にいい板なんですね。なんでパークメインで滑ったりとか大会出る人とかは絶対これおすすめなんで、ぜひ履いてほしいなと思います。